食を食べられるなら、誰がのでもないでよ。しかし神のあなたのもとには許しがある。父と子と聖霊の皆によって、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが皆さんと共に。また、皆さんと共に。今日もフィリピンの聖霊の方がサインに来てくれました。私がフィリピンに行ったときは、彼らは6歳だったと言ってましたですね。で、宿泊施設から、教会を探しに来たそうですね。近くのコンビニで教会をどこですかって聞いたら、結婚式場を教えてくれて向こうに行っちゃって、それからまたこちらに戻ってきたそうです、ね。ようこそ来てくれます。ありがとうございます。それでは、この聖なる祭儀を行う前に、私たちの罪を認め、許しを願いましょう。全能の神と兄弟姉妹の皆さんに告白します。私は思い、言葉、行い、お語りによってたびたび罪を犯しました。聖母マリア、すべての天使と聖人、そして兄弟姉妹の皆さん、罪深い私のために神に祈ってください。全能の神、慈しみ深い父が私たちの罪を許し、永遠の命に導いてくださいますように。主よ、慈しみを私たちに。キリストを慈しみを私たちに。主よ、慈しみを私たちに。天には神に栄光、地には御心にかなう人に平和。神なる主、天の王、全能の父なる神よ、私たちは主を褒め、主を称え、主を拝み、主を崇め、主の祈る栄光のゆえに感謝を捧げます。主なるもう一人をイエス・キリストよ、神なる主、神の子羊、主の御子よ、世の罪を取り除く主よ、慈しみを私たちに。世の罪を取り除く主よ、私たちの願いを引き入れてください。父の握り出しておられる主よ、慈しみを私たちに。ただ一人聖なる方、すべてを超える唯一の主イエス・キリストよ、聖霊と共に父なる神の栄光のうちに。アーメン。祈りましょう。すべてを治められる神よ、あなたは先に私たちを愛してくださいました。この愛に支えられる私たちが、いつも心から兄弟に仕えることができますように。聖霊による一致のうちに、あなたと共に神であり、いよいよ常しえに生き治められる御子、私たちの主イエス・キリストによって。アーメン。イザヤの預言、万軍の主はこの山で祝宴を開き、すべての民に良い肉と古い酒を供される。それは脂肪に富む良い肉と襟抜きの酒。主はこの山ですべての民の顔を包んでいた布と、すべての国を覆っていた布を滅ぼし、死を永久に滅ぼしてくださる。主なる民はすべての顔から涙を拭い、ご自分の民の恥を地上から拭い去ってくださる。これは主が語られたことである。その日には人は言う、見よ、この方こそ私たちの神、私たちは待ち望んでいた。この方が私たちを救ってくださる。この方こそ私たちが待ち望んでいた主。その救いを祝って喜び踊ろう。主の御手はこの山の上にとどまる。
唱詩編。主は我らの牧者、私は乏しいことがない。神は私を緑の牧場にさせ、憩いの水辺に伴われる。神は私を生き返らせ、慈しみによって正しい道に導かれる。主は我らの牧者、私は乏しいことがない。あなたは歯向かう者の前で私のために会食を整え、私の頭に油を注ぎ、私の杯を満たされる。主は我らの牧者、私は乏しいことがない。神の恵みと慈しみに生涯伴われ、私は常しえに神の家に生きる。主は我らの牧者、私は乏しいことがない。ストパウロのフィリピの教会への手紙。皆さん、私は貧しく暮らすことでも、豊かに暮らすことでも知っています。満腹していても、空腹であっても、物が有り余っていても、不足していても、いついかなる場合にも対処する秘訣を授かっています。私を紡いでくださる方のおかげで、私はすべてが可能です。それにしても、あなた方はよく私と苦しみを共にしてくれました。私の富は、ご自分の栄光の富に応じて、キリストイエスによって、あなた方に必要なものをすべて満たしてくださいます。私たちの父であるために、栄光が余裕限りなくありますように。アーメン。神の御言葉。神に感謝。主は皆さんと共に。マタイによる福音。その時イエスは祭司長や民の長老たちに例えを用いて語られた。天の国はある王が王子のために婚宴を催しているのに似ている。王は家来たちを送り、婚宴に招いておいた人々を呼ばせたが、来ようとしなかった。そこでまた次の世に行って、別の家来たちを使いに出した。招いておいた人々にこう言いなさい。食事の用意が整いました。牛や肥えた家畜をほぐって、すっかり用意ができています。さあ、婚宴においでにください。しかし、人々はそれを無視し、一人は畑に、一人は商売に出かけ、また他の人々は王の家来たちを捕まえて乱暴し殺してしまった。そこで王は怒り、軍隊を送ってこの人殺しどもを滅ぼし、その町を焼き払った。そして家来たちに言った。婚宴の用意はできているが、招いておいた人々はふさわしくなかった。だから町の大通りに出て見かけた者は誰でも婚宴に連れてきなさい。そこで家来たちは通りに出て行き、見かけた人は善人も悪人も皆集めてきたので、婚宴は客でいっぱいになった。王が客を見ようと入ってくると、婚礼の礼服を着ていない者が一人いた。王は、友よ、どうして礼服を着ないでここに入ってきたのかと言った。こ
悩みに声出せ。そこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。招かれる人は多いが、選ばれる人は少ない。主の御言葉。ご存知のように、イスラエルとハマスの戦争が始まっています。で、ガザ地区に実はカトリック教会小教区があります。で、教皇様はその小教区の主任司祭に電話を2回しています。一つは信者のことを心配してです。で、その主任司祭は何かの用事でガザ地区から離れた時に戦争が起きたので元に戻れなくなっている状態です。だから、ご存じのようにもう近いうちにイスラエル軍はガザ地区に陸上、海、空から攻撃を始めますので、人々の安全のために早く和平が何よりこの店の中でも祈りましょう。で、同時にちょっと日本の話になります。で、今日本のある宗教団体に対して、宗教法人の資格をなくす請求が裁判所になされました。で、これは宗教活動を禁止するものではなく、また個人の信仰を禁じるものではありません。あくまでも税金がかからない免税対象から外されるだけなんですね。だから団体として、活動は続けられていきます。一方、江戸時代のキリスト教禁止令は信者を犯罪人として処罰したわけです。なんか全然違うわけですね。はっきり言って首を切ったわけですよ。で、教会は破壊され、であるものは国外追放になりました。江戸時代のこのキリスト教禁止令から私たちは何かを教訓として学ぶことができると思います。で、幸いに今日は大分県の肘で殉教した加賀山半左衛門とその子供ディエゴが殉教した日です。ちょうど10月15日です。今日教区は肘殉教祭をしています。で、私もこのミサの後肘公園に行くつもりです。この加賀山半左衛門の親子が殉教したのが1615年ですね。で、江戸幕府が禁教令を出したのが1613年の12月です。高山古墳やペトロ・カシーキレが長崎から国外追放になったのが1614年ですから、その次の年にこの加賀山半左衛門の殉教がありました。この江戸幕府の政策の流れの中で、この親子は殉教するわけです。で、その後、ご存知のように、府民制度が確立されて、それぞれの藩からキリシタンを出さない政策が、明治の初めまで進められてきました。実はこれに似た悲惨な出来事が最近まであったんです。で、これカトリックブラック差別人権委員会のニュースレターの9月号なんですね。で、この9月号に大分市内の弁護士の徳田康之さんの講演が載っていました。今年2月、大阪の桜ファミリア協会で話したないもので、感染症と差別という内容です。私はこれ読むまで知らなかったんですけれども、日本は世界に類がない
人もいませんという運動を政府も県も学校も住民も全員でしたということ。だから無はないという、あの無ですね、害はひらがなで害病の害、まあ、ハンセン病のことですけども、そしてそれがあの私たちの県には一人もいませんと、そういう運動をしたそうです。で、ハンセン病の患者さんが住んでいる地域に一人もいないという状況を作り出す運動、だからあの踏み絵をして炙り出すのとちょうど似てる状態ですね。だからこれが戦前も戦後も官民一体の患者炙り出し運動として行われたということです。で、実はハンセン病の治療薬は見つかったんですよ。にもかかわらず私たち日本は恐れるあまりこういうことをして、で、患者さんは治るはずの病気なのに療養所に送られました。で、そこであの強制労働が、まあ、待ってたわけです。だからそれを知っているかあの家族はかばうわけですよ。そういうところに大事な家族を送りたくないと、それで見つからないようにこのかくまっていたんですけども、それを見つけて通報したのが近所の人や学校の先生だったということです、ね。で、この人たちみんな悪意でしたわけじゃないんですよ。全員地域を守るため、学校を恐ろしい病気から守るために通報したと。だから善意で悪いことが行われたということを私たちなんか考えないといけません。で、その後どうだったかというと、その家族は追放され、差別をされてずっと言ってますね。ちょうどなんか江戸時代のキリシタンみたいなもので、またあの戦争中のユダヤ人の扱いみたいなものがありました。で、それも最近まででのことですね。1940年にこの治療薬が開発され治る病気になっていたのにですね。だから同じ病気でもどこの国でそれが発症するかによってもう後が違ってくるわけです。で、第4号法というのが1996年まで続いていまして、今から27年前のことですね。江戸時代も社会を守るためという意識で、まあ、キリスト教徒、はっきり言えばカトリックの信者が、キリシタンが、まあ、殺されていたわけですね。殉教者は実はこの危険性を私たちに教えています。で、私たちは善意で間違ったことをする可能性があるということですね。差別は身近なところにあります。で、今日 の福音書に神の国は排除ではなく招く世界だということが述べられています。私たちも神の国のように人を招く、まあ、姿勢を大事にしていきましょう。で、今日特にこの加賀山半左衛門とゲームを親子の殉教者の取り次ぎによって、私たちが善意で人を排除することはないよう、まあ、傷つ恵みを今日ミサの中で願っていきましょう。それではお待ちください。信仰宣言をしましょう。私は信じます。唯一の神、全能の父、天と地、見えるもの見えないもの、すべてのものの作り主を。私は信じます。唯一の主イエス・キリスト、主は神の子、すべてに先立って死より生まれ、神よりの神、光よりの光、誠の神よりの誠の神、作られることなく生まれ、死と生きたい、すべては死によって作られました。死は私たち人類のため、私たちの救いのために天から下り、聖霊によって乙女マリアより体を
ある通り三日目に復活し、天に昇り、死の右の座についておられます。主は聖者と死者を裁くために栄光の地に再び来られます。その国は終わることがありません。私は信じます。主であり、命の与え主である聖霊を。聖霊は父と子から出て、父と子と共に礼拝され、栄光を受け、また預言者を通して語られました。私は聖なる福音の使徒的唯一の教会を信じます。罪の許しをもたらす唯一の洗礼を認め、死者の復活と来世の命を待ち望みます。アーメン。神の計らいに信頼して祈りましょう。現在行われている死の土を聖霊で満たしてください。共に歩む教会の姿を示し、神の国の希望を人々に伝える印となりますように。キリストは全ての人を天の国に招いてください。世界を驚かす戦争の危機を知り解けてください。無抵抗な子どもたちの命が守られて、平和な未来への希望をつなぐことができますように。キリストは全ての人を天の国に招いてください。
私たちの主イエス・キリストによって。アーメン。神よ、あなたは万物の作り主、ここに備えるパンはあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。神よ、あなたは万物の作り主、ここに備える葡萄酒はあなたからいただいたもの。大地の恵み、共同の実り、私たちの救いの杯となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。皆さん共に捧げるこの生贄を全能の父である神が受け入れてくださるよう祈りましょう。神の栄光と賛美のため、また私たちと全世界のために、あなたの手を通してお捧げする生贄を神が受け入れてくださいますように。神よ、あなたの民の祈りと備え物を受け入れてください。感謝を込めて捧げる礼拝によって永遠の命に導かれますように。私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。主は皆さんと共に、またあなたと共に、心を込めて神を仰ぎ賛美と感謝を捧げましょう。それは尊い大切な務めです。聖なる父、全の永遠の神、いつもあなたを讃え、感謝の祈りを捧げます。あなたは罪のために散らされていた神を、今後の地によってあがない、聖霊のうちに一つに集めてくださいました。キリストの体、聖霊の神殿となった教会は、父と子と聖霊の交わりに預かり、天使の歌声に合わせて、あなたの栄光を讃えます。聖なる、聖なる神、すべてを治める神なる主、主の栄光は天地に満ち、天理は神に治め、主の名によって来られる方に賛美、天理は神に治め。まことに聖なる神、すべての生成の源である父よ、今、聖霊を注ぎ、この供え物を聖なるものとしてください。私たちのために、主イエス・キリストの御体と御血になりますように。主イエスは進んで受難に向かう前にパンを取り、感謝を捧げ、裂いて弟子に与えて仰せになりました。皆、これを取って食べなさい。これはあなた方のために渡される私の体。
食事の後に同じように杯を取り、感謝を捧げ、弟子に与えて仰せになりました。皆、これを受けて飲みなさい。これは私の血の杯。あなた方と多くの人のために流されて、罪の許しとなる新しい永遠の契約の血。これを私の記念として行いなさい。信仰の神秘、主よ、あなたの死を告げ知らせ、復活を褒めたたえます。再び来られる時まで。聖なる死を、私たちは今、主イエスの死と復活の記念を行い、御前であなたに奉仕できることを感謝し、命の幔と救いの杯を捧げます。キリストの御体と御血に共に預かる私たちが聖霊によって一つに結ばれますように、世界に広がるあなたの教会を思い起こし、教皇フランシスコ、私たちの司教スルピス森山神道、すべての奉仕者と共にあなたの民を守る愛で満たしてください。また復活の希望を持って眠りについた私たちの兄弟姉妹と、あなたの慈しみのうちに亡くなったすべての人を心に留め、あなたの光の中に受け入れてください。今ここに集う私たちを憐れみ、神の母乙女マリアと聖ヨセフ、人とすべての時代の聖人と共に永遠の命に預からせてください。御子イエス・キリストを通してあなたを褒めたたえることができますように。キリストによってキリストと共にキリストのうちに聖霊の交わりの中で、全能の神、父であるあなたにすべての誉れと栄光は優々に至るまで。アーメン。主の教えを守り、御言葉に従い、慎んで主の祈りを行いましょう。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り、地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。慈しみ深い父よ、すべての悪から私たちを救い、世界に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられて、罪から解放され、すべての困難に打ち勝つことができますように。私たちの希望、救い主イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。国と力と栄光は永遠にあなたのもの。主イエス・キリスト、あなたは人に仰せになりました。私は平和を残し、私の平和をあなた方に与える。主よ、私たちの罪ではなく、教会の信仰を顧み、お言葉の通り、教会に平和と一致をお与えください。あなたは誠の命、すべてを導かれる神、よよ御子に。主の平和がいつも
ましょう。万物を治められる父よ、私たちの祈りに耳を傾けてください。キリストの尊い体を誠の糧として受けた人々が神の命に預かるものとなりますように、私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。主は皆さんと共に。全能の神、父と子と聖霊の祝福が皆さんの上にありますように。感謝の祭儀を終わります。行きましょう。主の平和のうちに。神に感謝。